のバカ師匠、一体何やってんのよ。もう、はーい、皆さんそろそろご飯ですよ。ご飯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 。あ、二人とも怪我は大丈夫？大丈夫とはご挨拶ね。みんなチャチャの怪我が心配で来てくれたんですよ。私なら大丈夫、セラビー先生におまじないしてもらったの。はい、痛いの痛いの飛んでけ。飛んでった。ほんと、チャチャは薬入れずの元気な子。でも、いつまでもおまじないというわけにも。こないだより強いやつが出てきたらどうするんだよ。それじゃあ、第三の武器の出番といきますか。え？料理は素材とともに道具も重要です。なんか前にやんなかったかしら、こんなの。どうだっけ。さて、チャチャがクイズやったろ。あ、やったやった。包丁ですが、このように良い包丁だとみじん切りも思いのまま、玉ねぎだって涙も出ません。あ、ごめんなさい。あれ、どうしました。もうそれを止めて。え、え、先生、巻いてください。あ、はいはい。でも、すごい切れ味ね。そうか、第三の武器は包丁だ。セラビ、本当？先生、残念、外れです。しかし、この包丁がヒントということは確かです。何はともあれ、チャーハンができたわ。あとは食事をしながら話をしましょう。セラビ、30秒クッキングでした。はい、4秒前、3、2、1、キュー。はい、これは猿市場で買った特大の包丁。しかしその切れ味たるやまさに名刀。玉ねぎをどんなに刻んでも涙が出ないでやんす。これほどのものを作れるのはただ一人。王家筆頭武器職人。そうか、ムーラマーサミ、生きておったか。ムーラマーサ、その人が包丁を。そうです、元王家筆頭鍛冶屋さん、ムーラマーサ。彼の鍛え師1本500円、昨日市場で買いました。大魔王の手から逃げ延びて、どこかで鍛冶屋をしているのよ、きっと。そうか、その人に武器を。ピンポーンです。チーネちゃんすごい。いや、彼には盾を作ってもらいます。その名もバードシールド。バードシールド。質問なんですか。なぜ盾なんですか。こんな包丁を作れるならもっとすごい。攻撃は今のままで十分です。むしろ防御の甘さが問題なのです。シーネちゃん、チャチャが傷つくのをまた見たいですか。ああ、餃子、ごめんなさいごめんなさい、僕の餃子あげますから許してください。え、いいよ。ありがとうございます。ラッキー。で、そのムーラさんはどこにいるの。市場の人に聞いたら仕入れ先を教えてくれました。じゃあ簡単ね。ええ、行きましょう、チャチャさん。うん、ご飯が済んでからね。あー、ミーアちゃん、みんなのだぞ。わかったぞ、第三の武器はチャーハンだったんだ。あれ、いかん、チャチャたちに先を越されるな。ご安心を、バードシールドは我らがいただくだす。すでに手は打ってあるだす。ここに控えし。お前何やってるんですか。いや、せっかく刻んだ玉ねぎチャーハンでも。なあに、これは余裕でやんす。すでに手の物を向かわせたでやんす。かっこるい。急げよ。ムーラさんってどんな人かな。名人なんですから、きっとおじいさんですよ。きっと頑固なじいさんだぜ。頑固じいさん。こら！ああ、ごめんなさい。そりゃ団子じいさんだろ。しかもみたらしですね。こら！大丈夫、チャチャさんの言うことなら聞いてくれますよ。そろそろ俺の出番かね。こんにちは。お留守ですか。おい、じいさん。ムーラさん、こんにちは。
本当にお留守みたいですね。へえ、がっかり。じゃあ帰ろうぜ。おう、出直し出直し、明日がある。君たち、君たちは僕に用があるのかな。僕って あなたが鍛冶屋のムーラさん。はあ、そうですけど。おじいさんとはひどいな。ったく誰だよ、変なこと言ったのは。お前もだろ、バカ犬。何を。まあまあ、それで君たち何を作ってほしいんだい。バードシールドです。うわっ、汚い。チャチャさん、大丈夫ですか。え、チャチャ。チャチャをしてんのか。知らないよ、だって僕はただの村の鍛冶屋だし。そんなことないもん。セラビー先生、ムーラさん、王家筆頭鍛冶屋さんって言ってたもん。セラビー？セラビーを知ってんのか。知らないよ。怪しいです。そんな。わしに忠誠を誓い、魔界の一員となれ。断る。父さん。くわばらくわばら。なんかのおまじない。嫌なことを避けたいときに年寄りがよく使いますね。自力せやんな。お願い、ムーラのあなた。私、どうしてもバードシールドが必要なの。僕はムーラマーサじゃない。ただの村の鍛冶屋のムーラだ。お願い、お願い。ムーラさん、僕はただの村の鍛冶屋だ。ムーラマーサじゃない。ムーラさん、なんで逃げちゃうの。怯えてましたね。ドーリア。ダメだ、やっぱり匂いはこの顔で途切れてる。逃げ方のプロですね。なんと、鬼ごっこのプロとしてはこのまま引き下がれないわね。あ、ところでいつからプロになったんですか。なんでみんな僕を放っておいてくれないんだ。そりゃあんたが二代目ムーラマーサだからさ。久しぶりだな。お前は。あんたの親父に破門されたバリキマッスルーさ。僕をどうするつもりだ。あんたには恨みはないよ。それにあの時の俺は乱暴者だった。破門も当然だったよな。どうした二代目。僕は二代目じゃない。ムーラマーサの名は父の代でおしまいなんだ。僕は。嘘をつけ。あんた俺が破門された後奥義を伝授されたはずだ。なぜそれを。ムーラマーサ最大奥義バードシールド見たいね。俺も手伝うぜ二代目。バリキマッスル、お役に立つぜ。くんくん。いや、本当なのか。あ、ムーラさん。ほら、あそこだ。え、帰ってたんですね。はじめちょろちょろ。何やってるのかしら。火の神よ、水の神よ。人、水と神様への挨拶さ。え。マッスル、マッスル。うわ。俺はムーラマーサ様の一番弟子、バリキマッスル。私チャチャ。いやだい。うん、いい質問だ。鉄を鍛えるというのは火で熱し、それを叩いて水で冷やすこと。火と水、二人の神様の協力なくしてはバードシールドは作れない。バードシールド。そうとも。だから神様に念入りにお祈りをしてるのさ。いいものができますようにってね。じゃあムーラさん作ってくれるのね。ああ、そうさ、プリンセス、邪魔するんじゃねえぞ。じゃあね。ねえ、聞いた聞いた。ええ、よかったな、ちゃちゃん。こんなに早くバードシールドが手に入るとは思いませんでしたよ。そうよね。楽しみ楽しみ。
行ってそんなに疲れるの？でもこれで逃げ回るのはおしまい。おしまいなんだ。おしまい。おー、ただいまー。あ、いいや、おかえり。言われた通り山の泉から水汲んできたぜ。おっさん大丈夫か？砂鉄持ってきやした。あー、きれい。どうです、二代目？うん、最上級の砂鉄だ。グーさん、偉い。え、偉い偉い偉い。でもこれどうやって盾にするんだ？おっちゃんどうだ？オッケー。おう、火起こしはできやしたぜ。そっちはどうだ？はい、オッケーです。これからどうするんですか？砂鉄を溶かして固めるんだ。ん？おお！火と水の神よ、精霊よ、今この時我に力を。風よ回れ、くるくる回れ、くる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 回れ。なんだなんだ？いよいよ始まるぜ。風よ回れ、そして包め。鋼を強く正しく鍛える、そのために。ポンプ100より用心一つ。サンマ焼いても家焼くな。君たち危ないから離れてて。はい、大丈夫です。何が起きてもバッチリでいい。いざ来たれ。火よ、風よ、水よ。これがムーラの技。ムーラさん、かっこいい。父さん、僕はもう逃げなくても済むんだ。父さん。断る。何？断るだと？誰が貴様の言うことなど聞くものか。この城はもはや落ちたも同然。お前も利口なら。黙れ！わしに忠誠を誓い魔界に入るのだ。くどい！バカ、お前も石になれ。お父さん！待てー！どうぞ！早く逃げるんだ、ムーラ！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 あ！ルー！さあ、鍛えるぞ！何も手伝えないのが残念ですね。チェ、つまんねえな。でも、ワクワクするね。これがバードシールド？かっこいい。ほんと綺麗。コアラリア、汚いけど。まずはこんなもんかな。でもこれちょっとごついね。チャチャさんにはかなり大きいですよね。そうかな。あ、確かにお嬢ちゃんには似合わねえが、こいつは正真正銘のバードシールドさ。ふーん。ほら、俺にぴったりじゃねえか。ほんとだ、ぴったり。武骨な感じがいいですね。大魔王様、ついに手に入れましたぞ、バードシールド。え、おっさん、どうしたんです？まさかルー、君は魔界のスパイ？その通りだ。バカ、俺がただの押しかけでしかと思ったが、俺様は魔界一の鍛冶屋、馬力マッスル。貴様さえいなけりゃ世界一。ムーラさん！あ、ムーラさん、ムーラさんは、ムーラさん！ごめんなさい。あんな弱虫いつでもやれるぜ。まずはチャチャ、お前たちだ。マッスル、マッスル、これが俺様の本当の姿だ！逃げるだけでは解決しませんよ。あ、私はただの通りすがりの僧侶です。その弟子です。久しぶりですね、
ムーラ。セラビー。スーパーマリキマッスル。おお、あの爆発でもくたばらないとは、さすがプリンセス。さあ来い、ホーリーアップだ。リア、シーナちゃん。はい。希望よ、愛と勇気と希望の名のもとに、マジカルプリンセスホーリーアップ。やめて、俺とデートしない？さあベイビー、やー、おやち。はい、ちゃちゃ、可愛い子がそんな物騒なもん振り回してるとお読みに行けないよ。わかります。そんなことよりバードシールドを返して。そんなこと、そんなこと、いいや、シーナちゃん、そんなこと。あ、二人ともどうしたの？どうだい、バードシールドの力は。バーニングフラッシュまで。バードシールド。どうかしましたか？僕は君のように強くない、勇気もない。だからまた逃げてしまった。僕は怖い、大魔王が怖いんだよ。それは私だって同じです。あの子たちだってきっと怖いと思っているはずです。僕は痛いの痛いの飛んでけ。あなたが教えてくれたおまじない今でも役に立ってますよ。チャチャはあのおまじない大好きなの。痛いの痛いの飛んでけ。僕は痛いの痛いの飛んでけ。僕はさあプリンセス、そろそろ決着をつけようぜ。シーネちゃん、俺たちはどうすりゃいいんだ？信じるのです。チャチャを信じるのです。そうすればその気持ちはとチャチャに届くでしょう。チャチャ頑張れ。無駄だ、バードシールドは無敵だ。どうしよう、何をやっても通用しない。迷いを捨てろ。あの盾は本物のバードシールドじゃないんだ。姫様の技が通じないわけがないんだ。でも嘘だ嘘だ、現にこうしてバーニングフラッシュを防いでるぞ。嘘だ。迷いを捨てろ、心で打ち込むんだ。チェズさん、信じましょう。ムーラの目を見ろ。ムーラさん、迷いを捨てろ、心で打ち込む。私は信じる。行くぞ。バーニングフラッシュ。
編集作品？いやー、まずは手慣らしにと思ってあれ作ったんだけどね。手慣らし？編集で作ってもあんだけすごいのよ。本番はもっとすごいさ。やりましたね。でもまだ問題があるんだよ。バードシールドを作るには幻のエンジェル砂鉄が必要なんだ。面白いじゃねえか。探そうぜそいつを。幻のエンジェル砂鉄。よし、みんな頑張ってこう。ルルンタルルンタエイエイオー。本物のバードシールドを作るためにはエンジェル砂鉄っていうのがいるんだって。早速私たちエンジェル砂鉄があるというエデンの里に向かったの。途中で知り合ったとってもファンキーなトランペット吹きのおじいさんと一緒にやっとエデンの里に着いたんだけど、エンジェル砂鉄はもう掘り尽くされてしまった。